景観非常に邪魔ですね。トウ。あ、反応するんだね。ひどい。ひどいね。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。これ、車青かったんだね。気づきませんでした。こんなカラフルだったとは。実は結構カラフルな車だったんですね、これね。気づきませんでした。はい。ということで、フェラルフォードもう一回やり直してみましょうという感じなんですけど、作り直しました。ちょっと拠点をね、まだ作ってる最中ですけど、まだ最中なんですけど、前回と違うのはですね、ここですね、ここ。前はね、ここ3ブロックあったんですけどね、1ブロックずつにしました、こんな感じで。まあ1ブロックなら通れるんじゃないかと、この背の高いやつもね、1ブロックなら通れるんじゃないかということで、高さはね、前回と同じ5段。1、2、3、4、5って5段開けてあります。で、5マス5ブロック空いてると、ちょっとゾンビが前回みたいに反応しないかもしれないんですけど、そこはねちょっと確認しながら、そこも確認ということで、とりあえず5段上げてみました。上げときました。で、ここは1マス1マスで、まあ多分通れるでしょう。1マスなら通ってたんでね、デモリッシャーも1マスなら通ってたんで、2マス目が通れなくて引っかかってましたからね。で、まあ一応松明とかも置いたりとかしてね、中見えるようにして、やっていこうかなと思っております。で、ちなみに上の方はまだ作ってないので、よいしょ。まあ作るかどうかわかんないですけどね。上の方はまだ作ってなくて、一応こういう感じになってます。で、間口を大きくしたんで、なんか鳥入ってくるかなとか思いながらね。まあ絶対鳥入ってくるよね、これね。まあ作ってから失敗したなと思ったんですけど、まあまあそれはいいやと思って。まあそれはそれでいいでしょう。別に入ってきてもね。もう入ってきたらやっちまいましょう。で、上はまあ居住スペースにしようかなと思ってたんですが、まだ作ってません。多分作らないですね。この拠点というか、この建物がうまくいくかどうかわかんないで、多分上は作らないです。はい。で、まあここからまあどんどん打っていくと。カチカチカチ。っていう感じにしようかなって思ってます。で、今回ね、このコンタクトグレネードを作りました。コンタクトグレネードね、これね。で、今も作ってるんですけどね、もっとどんどん作ろうと思って、20発、もう50発ぐらい作れそう。なんかこっちの方がね、モロトフよりも、コスト的には安いというか、コスト的にはいいですね。で、こう、まあ、ピンナー抜いて、で、物にぶつかったら爆発するんで、ここから投げてみた。こんな感じ。ブロックダメージ食らうんですけどね。若干ね。まあ、そのうちね、バンバン投げてたら穴が開いちゃうかもしれないですけどね。床にね。まあ、どうだろうね。どうでしょうね。どれぐらい食らってんのかな。アタック20ぐらいだね。7。7。まあまあ多分大丈夫かな。20発ぐらい投げても壊れることはないかな。ということで、まあこんな感じでちょっと様子を見てみましょう。はい。じゃあちょっとフェラルフォード始まるまで、じゃあ早送りということで。はい。さあ始まりました。今回の70日目のフェラルフォード。ででん。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと明るくしましょうか。もうちょっとだけ明るくしましょう。一応松明置いてあるんでね、そんなに明るくしなくても見えるんじゃないかと思いますが、はい。今回も、やっぱり横に行っちゃいますね。横に行ってしまいますね。警官だけはちゃっかり襲ってくる。警官だけは襲ってきますね。デモリッシャーがもう来た。早いね。デモリッシャー来るの。今回ね、64体設定でやっております。またしても。64体設定でのフェラルフォードですね。今回もね。デモリッシャーがもう来てますね。そして、弾入ってなかった。弾がない。弾ないわ。ちょっと待って。
ちょっといろいろと困るね。あ、弾がない。え、弾ないの？弾あるじゃん。リロード、あ、そう、これは AK は弾ないのか。こっちか。警官、あ、警官いるね。警官いますね。警官だけはちょっと倒しとかないとね。警官吹っ飛んでるじゃないかな。警官多いな、相変わらず。そこに溜まるんだね、みんなね。なんであそこに溜まるのかな。なんであそこに溜まるのかね。警官が吹っ飛んでる。警官の爆発で全員吹っ飛んでるっていう感じになってますけどね。警官もういないかな。警官もういないですね。とりあえずね。どこだっけな。こっちか。あれ違うな。あ、こっちか。ここにね、一応置いてあるんですよね。はい、来た。はい、来た。モロトフと、ちょっとコンタクトグレネード投げてみますか。コンタクトグレネード投げてみるか。さあ、こっち来い。さあ、こっち来い。あ、また警官来たね。てい。デモリッシャー、あれかな。てい。デモリッシャー爆発だと、爆風だとダメージあれなのかな。てい。あ、痛い痛い、自分食らった。落ちなかったかな、今。落ちないと自分がダメージ食らうよね。これはでも、あ、壊れたな、どっか。どっか壊れたな。どっか壊れましたね。デモリッシャー死ぬ？死んだね。デモリッシャー死んだね。一応ね。うん。あ、警官がいっぱいいるわ。もうちょっと待って。警官多すぎる。あ、警官多すぎる、多すぎる。警官飛んでるけど。警官飛ぶなよ。うん。ああ。警官の爆風でやっていく。いた。これ弱いからですね。ああ、吹っ飛ぶな、吹っ飛ぶな。デモリッシャーもちょっと爆発しさせてみましょうか。デモリッシャー爆発しないかな。あ、痛い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 。どこどこ、あれか。デモリッシャー。あ、来た。来た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 。吹っ飛べ。吹っ飛んだ。吹っ飛んだ。あ、なんか、まあ、ちょっと、何お前。何、楽しそうじゃないお前、ちょっと。何してんのお前。その床がちょっと壊れるね。デモリッシャーの爆風を使うのはいいですけど、床が壊れちゃうな。床壊れちゃうね。あ、こうやって固まってくれると、ちょっと待って、こう固まってくれると、これ投げたくなるよね、なんかね。うん、こうなるとこれを投げたくなるね。行け、ドフォッドフォッ。うん、ちょっと弾、弾ここかな。入ってた、入ってた。よいしょ。あ、そこになんか固まってるね、なんかね。なんかこう、みんな固まる場所があるの。こういう時は、これ投げてみるか。あ、いてててて、ちょ、自分死にそう。自分死にそうだ。警官がやっぱ邪魔だね。警官非常に邪魔ですね。トウ。あ、反応するんだね。ひどい。ひどいね。デモリッシャーで爆発した。あ、やばいやばい。鳥か。鳥入ってきた？鳥入ってきたかな？はい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 。はいはいはい。また刺さってるやついるけど、またぶら下がってるやついるけど。あ、まあでもな、どういうあれで固まるのかちょっとよくわかんないな。そこに固まってるやつらは何なんだ。警官多い、警官多い、警官多すぎる。そしてリロードが遅い。ああ、吹っ飛んだ。吹っ飛びましたね。ああ、まだ警官来たね。ち
ちょっとカク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 だからちょっとエイムがうまくいかない。お前なんでそこ止まってんの。こいつ死んでんのか。まだ撃ってきてるやつがいますが、ピンテイレベル上がったね。あんまり効かないのかなこれ。これあんまり効かなさそうだね。ああ、大した危ない危ない危ない、大したダメージじゃないのかなこれは。実は緑が緑色が吹っ飛びまくっておりますが、コンタクトグレネードはなんか大したことなさそう。またできた。大したことなさそうだね。こいつ下に追従してるねこいつらね。あ、できた。死ぬかな。こっちの方がいいか。あ、じゃあ自分も置いちゃった。角度によってはね角度によってやっぱ自分燃えちゃうね。燃やしながらのコンタクトグレネードとかどうすか。テイ火消えんのかな。消えないか。あ、死なないねこいつらねやっぱね。あ、また来た死なないねやっぱ緑のやつらはね。あ、また来た。警官はやっぱあの強いですね警官唯一俺に攻撃を当ててくるのは警官だけだねキーン。あ、痛い痛い、自分食らった。あ、じゃあ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 誘爆するのかな。はい、意外とこれ意外と死なないね意外とゾンビ死なないぞ。うん、意外と死なないね。撃った方が早いんじゃないか撃った方が早そう明らかに。あ、やばいやばいやばい。撃った方が早いだね絶対絶対撃った方が早い緑だらけじゃないか。なんであそこに固まるんだろうね。あそこに何があるんだろう。頭なくなったわマジか。まだあったかな。まだあるよね多分ね。あるあるあるさなんでここに固まるんだろうね。あそこになんかあるのかな。なんかあるんですかね。テイでも死なないねなかなかね。はい、集まって集まって、はい、そこに集まって、なんでだかわからないけどそこに集まって、はい、うん、ゲロ飛んできた。あ、飛んできたわ あ、また飛んできたね。あ、それか。やばい、あ、やばいやばいやばい。あ、痛い痛い。あ、来るね来るね警官。また HP はあるぞ。 HP には余裕はあるぞ。燃やしてみるかな。燃やし、でも燃やしても死なないんだよねこいつらね。ほい燃やした上で吹っ飛ばす。燃やした上で、あ、痛い痛い痛い、自分に当たった今。あ、ちゃ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 、待って待って、抜いて抜いて抜いて、帰ればいいのか。帰ればいいのか。帰れないのか。こっちに向いて投げればいいか。ほい。そして拾う。もう一回拾う。もう一回拾う。あ、待って、警官来たわ。警官来たわって、あれ、ピン抜いたまま俺持ち替えたけど大丈夫なのかな、これ。あれ、抜いたままか。抜いたままでした。あれ、抜いてないのか。なんだ、抜いたのに一回。誘爆しろ。誘爆したね今。2発飛んだ。あーっと警官来た。またリロード。はい、
あ、また来たね。デモリッシャー来なくなったね。デモリッシャーは数に制限が、あ、また来たね。数に制限があるんですかね。数に制限があるのかな。最初にいっぱい来たけど、また警官のターンになったね。警官のターン、警官のターンになりましたね。まあ、ただこれはちょっとやっぱり成功とは言えないですね。ゾンビをコントロールできない以上あんまり成功とは言えないな、これ。あ、いた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 。穴開かないかな、そのうち。自分食らってるよね。自分食らってるよね。はいはいはい、分かった分かった。相手してあげればいいんでしょ。はい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 、 OK ですか、 OK ですか。あの辺叩いてますよね、なんかね。ここになんで溜まるんだ。あ、そう、穴開いてるね、そこね。穴開いちゃってるけど、そこ。穴開いてますが、みんなここに来る。みんなここに来るのはいいけど、すごいね、すごい塊になってるけど。残念ながらここはアイアンバーがあるので下に物が投げられない。残念ながらね、穴開いちゃってるね、ここでもね。地面がえぐれてますね。あっと、危ない。地面に穴開いちゃってる。てい。ほれ。あ、痛い痛い。自分食らうよね。自分が食らうじゃん。あ、いた。なんだなんだ。また警官か。もう一人いる？もう一人いるか？そこにも塊ができてる。ここの塊と向こうの塊と2つあるけど。ん？もう一人いる？あ、来た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 。カクカクでね。画面がカクカクすぎてね、狙いが定まらない。ああ、痛い痛い痛い。食らった。あそこ穴掘れてんだね。なんかね。穴掘れてますね。警官燃えてる、警官燃えてるね。カクカクすぎてエイムが定まらん。カクカクすぎて画面が。そこに固まってるやつらは何なんだろうね。そこに固まってるやつらは何なんだろうか。何してるんだろうか。何してんの、お前たち。ここは、ここの塊はすごいけどね、これね。この塊はすごいね。どう？あ、痛い。じゃあもう、警官邪魔しないでくれる。今、投げるところなんだ。今から。あ、また弾なくなった。あ、また弾なくなったね。邪魔すんなし、お前。あ、ちょっと、いろんなもん、全然弾がなくなった。もう一匹いる？もういないか。あ、なくなった。25発使ったか。じゃあもう一個あるからね。ペン。てい。痛い。自分食らってる。自分食らってる。もうちょっと離れた方がいい。これぐらい？これぐらいなら食らわない。穴に落ちちゃってんだろ、こいつら。死なないね、でもね。全然死なないね。痛い、食らった。雑魚は死ぬけど、これ緑の、痛い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 。鳥うざいね。じゃ、鳥うざいぞ。鳥うざい。ん？またいる？またいるね。頭切れ。3人いる。3人いるわ。4人いたのか。5人いる。めっちゃいる。あ、6人目来た。6人目来た。
デモリッシャー来ないね。デモリッシャー来ないですね。警官の爆発でやっていくスタイル。警官の爆発、警官の自爆で周りのゾンビを巻き込んでいく。はい、警官のターン終わり。警官のターン終わりですかね。うん、あ、痛い。自分食らうよね、やっぱね。自分が食らってしまう。あ、痛い痛い痛い。え、死ぬ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 。死んじゃうわ、これ。ちょっと待って待って。回復してこよう。ああ、まだいっぱい来るね。いっぱい来ますね。ちょっと回復してこよう。あ、終わっちゃった。回復してこようとか言ってたら終わっちゃったわ。回復回復。よいしょ。はい、ということで、やっぱ5段上げてるとコントロールできないんですかね。弾、あ、いた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 い。弾がないんだ、そういえば。弾まだあるかな。ここにちょっと入ってんだけどね。あ、入ってるね。いっぱい入ってた。やばいやばい、ガシャンガシャン言ってる。ガッシャンガッシャン言ってる。こっちからやるか。こっち安全なんでね。よいしょ。安全じゃないか。警官がいたら安全じゃないか。こっちの拠点も。これもね。さあ、来い。あ、弾なかった。はい。はい、来てくださいよ、皆さん。もう増えないからね、とりあえずね。もう増えることはないでしょ。はい、集まって、集まって。集まって。みんな集まって。警官いないかな。警官いないね。警官はいないね。なんか結構いるな。結構いるな。もう終わりかと思ったのに結構いますね、まだね。結構いるね。もう朝なんだけどね、君たち。もう朝だよ。君たちもう朝ですよ。いつまででもいるのはちょっとやめてくれよ。まだ来るね。まだ来るね。まだ来ますね。ここの拠点はやっぱ最強だね、これね。デモリッシャー来たら、吹っ飛ぶけども。やっぱ4段でやった方がいいのかな。次ちょっと4段にしてやってみましょうか。やっぱり。ねえ。やはり4段が最強なのか。これだとコントロールできるからね、こうゾンビをね。みんな下に集まるもんね。そしてこの緑のやつは死なないんだよね、火じゃない。ん？死んだかな？あ、まだ攻撃するね。しつこいね。まだいる？まだいますか？あ、貞子がいるのか。どこや、それか。おい、終了？終了ですかね。終了ですかね。うん。やっぱここの拠点は、この拠点は最強だね、なんかね。向こうよりこっちのが、やっぱりいいね。うん。ただこれ、デモリッシャー、まあ、全部で、ね、強化したんで、そうそう、この間みたいにね、そうそう壊れることはないと思うんですけど、強化したんでね。うん。まあ、デモリッシャー来たら吹っ飛ぶけどね。逆にこっちはデモリッシャー来ても全然平気でしたけどね。ねえ。デモリッシャーゾンビ何回か爆発しましたけど。まあ、ダメージは受けてますね。やっぱね。そう。すごい量の巾着が。巾着の量半端ねえ。あ、本入ってるね。たまに本持ってるやついるんだよね。ああ。はいはい。巾着の量半端ないですね。あ、ここに穴が開いてんだね。で、ここにはまってたのか。ここにはまってた感じ。あ、もう持てない。さすがに持てない。まあ、本は、読んだことある本ばっかなんで。お腹空いてる？まあまあ空いてるね。これ食べちゃうか。これも食べちゃうか。で、取れるでしょ。ちょっとイカ置いてこいか。イカ置いてきましょうか。はい。ということで、
まあまあまあ、ダメージはあんまり食らわないけど、ここだとね、広いから、ちゃんと見てれば、あ、ここ壊されてるね。ちゃんと見てれば警官の、ゲルも避けれるし、ここは壊されてるね。そのうち崩壊するのかな、これ。そのうち崩壊しそうな気もしますね。まあ、ただ直せるからね、全然普通にね。この程度だったら全然直せますね。あと、コンタクトグレネードはあんまり効かないかな。なんか、印象としてね。あんまり効かないかな。効いてんのかな、あれ。そんなに死んでるような感じしなかったけどね。そこまでね、なんか、ダメージ与えてたような感じはしなかったけど、なんだこれ。モッドとかなんか、そんなのだね、これね。ラットリムーバー。マイニングヘルメット。ほう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 。ほう。まあ、これバラすでしょ。ほとんどバラしじゃない、これ。マックスマンライフの5。ピストルの5とかね。ピストルとかさ、4だもんね、今。これはちょっと欲しいね。こういうとこか。マックスマンライフルは。マックスマンライフルは、あ、5か。でも一応5持ってんだね。マイアンクラブとかいらないような、完全にいらないような気がしますけど、あるじゃん。6あるじゃん、すでにね。まあ、これいらんね。これなんだろう。アイアン、ファイアークスいらない。いらない。え、バラせない。そんな時間かかってんの？おお。どれぐらい減った？あんま減ってないね。あんま減ってないね。ここじゃないな。どこだっけ？ヘルメット、こっち？こっちか。1個あるけどね、マイニングヘルメットね。スレッジハンマーも、スチールスレッジハンマー強そうだね。これ、売りに行こうかな。売りに行きますか。売りに行っちゃうかな。あと何？まあ、そんなもんか。ちなみに上の方は、まあ、タクかな。あ、この辺壊れてるね。ゲロが。まあ、ゲロ貫通してくるんでね。はいはい。誰か来たな。誰か来たぞ。一人じゃないか。貞子くんだった。貞子くんでした。はい。ちょっと中身だけ確認しましょうか。SMG 8さん今、あ、タイヤとか持ってるやついるんだね。あ、ショットガン、この SMG 持ってるやついるんだね。あとタイヤタイヤ持ち歩いてるやつ謎だね。ということで1段下げてもう一回ちょっとやってみましょうか。何回も同じのやって申し訳ないけどね。1段下げてみるか、これ。ね。1段下げてもこの端に溜まるのかどうかっていうのはちょっと確認したいですね。だ、向こうとこっちで何が違うのっていう話ですけどね。こっちとこっちでね。こっちはちゃんとここまで来るからね。だから何が違うのっていう、話ですけど。謎だね。まあ違いがあるとしたら1段高いっていうだけなんで、1段下げてみるか。下げるとでも、デモリッシャーに当たるけどね。デモリッシャーの爆風もろに食らうけどね。まあということで、まあでも物は試したんで一回やってみましょうね。はい、ということで、じゃあ次回。次回、床を1段下げてやってみましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。